街へ飛び出す打ち埋め尽くせ、これはポロロか命を隠し命つなぎ止める日々追われて、明日がいつの間にか過ぎてゆく、夢を奪い去って罪を追いやる、自走戦争にまみれた世界、お前の痛み俺の痛み俺たちの痛み、つながりが生まれ始まる、燃え上がるエネルギー、聞いても歌える歌はこれしかないっていうことで、ネタがあまりにも少なくて申し訳ないでございますけど、では霞が関で作ったら、なんてスイッチじゃないや、スイッチ。99% この世界を生きる 99% この世界を変える 99% この世界を生きる 99% この世界を変える。
いつも同じ歌を歌ってるんですけど、やっぱり思い出していいなって改めて思いました。なかなかですね。あるある、あるよね。もう最近なんかいろいろしなくてなかなか元気も出られていたんです。あ、今日ここ来て歌ってよかったと思いました。どうもありがとうございました。それでですね、それまたいつもの曲なんですけどね、あのこれがイラク平和テレビっていうですね、あの衛星放送テレビがございましてですね、ネットで見れるんですけど、あのそこ の, あの編集長の人に聞いたんですけども、まあ、シリアね、さっきも言ったけども空爆をやってますけれども、あの出撃基地になっているジブチだそうでございまして、あのシャルル・ド・ゴールというあの空母がジブチで補給して行ってやってる。でジブチはですね、自衛隊の基地がある
アメリカ語もある。今度だから中国語も作るらしいんですけど、でそこ の南スーダンをあたりをに舞台にしたの多国籍軍、中国も入ってるんですけども、なんと日本の自衛隊は一緒に合同軍事演習やってる、韓国の軍隊とも一緒にやってると。そうすると何なんだこのアジアのこの緊張はというふうに思うんですけども、どうもスーダンあたりのユダヤをですね、狙って、まあかつての列強というか帝国主義の国々に混じって、もちろん日本も混じって中国も韓国も、アフリカの大地を狙っているというのを、まあ、ちょっと聞いて、あ、そげなことが起こっとるんだなというふうに思いましたが、でまあで沖縄なんですね、まあそういうその海外に出ていくための、今の普天間基地の5倍の敷地の200年の基地を作ろうとしているということで、いよいよ小長さんと、安倍政権がそれはね争うわけですけども、もっとね沖縄のことを回してもらえたらなと思って、最後に琉球参加を答えますと、すいません長い大故障でした。Yeah.